はい、始まりました。信長の野望創造実況長宗我部元親編。よし、今回も織田家攻め進めていきたいと思います。よし、それではスタートさせていきます。スタートと。出陣する。おお、出陣するぞ。おお、どんな感じや。このままどうにか二条御所を抑えたいな。いざ参ろう。誠意で、うわ、こいつらがどう来るかやな。秀吉1400。うわ、大西がもうあかん。大西ライオンあかんか。返そう。どい、こう行こう。南もよくわからん状態になってるな。こいつらこっちやな。よし、このまま進めていこう。頑張って時間稼ぎをさせるぞ。うわあ、なんだこれ。3万対2万40009000体。ここも微妙やな。ここ一気に潰したいところやけど、潰しても潰したら二条御所を抑えるやつがいい品になりそうねんな。そして局所的に倒せる部隊がないから結構面倒やねんな。こいつ明智光秀が来るまでどうにか抑えたらどうにかなりそうな気もすんねんけどな。ここを通ってここやな。よし、うわ、頑張ってくれ。やられた。うわ、二条御所報告いたします。先月の収支、陥落時間の問題やけど、秀吉が来てんな。秀吉どうにか抑えなあかんな。島佐子も抑えなあかんな。ここ全力か。とにかく二条御所に全力やな。いつもこっち行って、お、こっちはうまく進んでんな。よし、まず取引して、兵糧買っとこう。兵糧やばい。西から送れる部隊はもう送れないから、あとはこのまま進めていくだけか。よし、それじゃあスタート。わ、来たな。秀吉が来てもうたな。こいつらこっち行くかも。なんだこの状況。ほ、そして南は南でなんか押し込めてんな。どうぞ。こいつらこっち行って裏側に行ってこっそり攻めるか。水上それぞれ分岐させて攻めると。よし、うわあ、何じゃこの大回戦。3万対3万か。これはめんどくさい。ここも戦えへん。まずここ潰すか。300。でもすぐ秀吉来そうやな。よし、秀吉が来そうやから
ちに行っといて、こいつだけで行って、あ、こいつだけで行っか。そう、秀吉が来そうやな。あ、村上来た。やっぱり来た。この秀吉をみんなでどうにか潰して、こいつらもっとこっちに行っとくか、迎え撃つ感じで行こうか。お、まずこっち、狙い撃ち。まあここはやらしといて。多いな。勘弁。お、どうしようかな。味方の攻撃強化、射撃強化、守備強化、よし、お、剣豪なんかやってる。こいつとにかく動かして、うわ、陰性しとくか。官兵衛で今長領で相手の守備力を落として取り囲んで、なんかできるかな。射撃強化しとくか。よし、これでダメージを与え続けると。下克上来たー。つらいつらい、やられる、つらいな。うわー、押してきた。勘弁、まだか。うわー、ここで今調量、よし、やられた。的場がやられた。よし、いけ、このまま潰せ。よし、この勝利は大きいぞ。ここは大きい。ただこいつらが来てんのか。こいつ当てといて、こっちやな。そしてこの隙に、わあ、出てきてるか。400。でもこいつら倒せんな。まずこっち行っとこう。速度弱体化、速度弱体化ばっかりかな。よし、こぐ。おお、サクラン撃ってくるな。やっぱり鉄砲好きやな、こいつら。こう言っとくか。うわ、なんか変なとこから来た。よし、もう落とせ。よし、よし、これでトイチ以上落とせそうやな。こっちもやっとくか。北に気を引きつけてる間に南ガンガン攻めると。こいつらがどうなるかやな。なんか突っ込んでんな。この隙に南を攻めると。ここやな、ここ勝負やな。こいつら無視して滝川一正だけか。
狙撃があんねんな敵。承知いたしました。承知いたしました。痛い痛い。承知いたしました。よし。もう。狙撃されたら速攻やな。先導で潰すと。狙撃されたら先導で潰すと。うわ、それでも強い。うわ、そっち来たか。よし、狙撃してこへんな。なら、このまま押し潰せるか。よし、行け。よし。結構すんなり倒したな。うわあ、また来たか。あれ、こいつ大回戦できひんな。9000対8000。ここか。伏見か。通って持ってねんな。こいつら伏見経由してこっちと。伏見牛耳られてんな。こいつらこっち行ってみるかな。お、わあ、削られる。二条御所の方位といつどうすんねん。とりあえずこいつも行くか。よし、よし。うわ、また二条御所なんか来てんな。16000体。また湧いてきてんのか、こう。110。先に南2つ落とすか。行くぞ。承知いたしました。こっちや。お任せください。いや、こっちで行くか。お任せください。よし。我に続け。お任せください。狙撃する。狙撃されると、先導で消すと。狙撃されると先導で消すと。よしよし。これはわあ、なんだこれ。回線微妙なとこやな。ここで回戦したくないねんな。二条御所をとにかく落としたいから先に。でも二条御所に向かってくんねんな敵が。いっか、このままグダグダやらせるか。この隙に南を落とした方がいいかな。よし、来た。水上に行こう。かしこまりました。ほ、ここは貴様らの地獄。よし、藤高、南攻めてくるか。このまま北グダグダやらせて。なんだこれ。9000。いいか。
しました。ここはとにかくもうグダグダさせて時間かけるか。一つ落としたな、どうにか。こいつにこの城を与えて移動と。ここに誰かいいんか。山名入れて、小早川、中島か。ここも西園寺入れとくか。そしてここちょっと強いやつ入れときたい。ここ鹿の助いんねんな。毛利元就か。病気になるしな、すぐ。で、まあ微妙やな。毛利元就入れてもすぐ病気になるからな。こいつ元山入れとくか。サーモン入れといて、そうそう強い武将いい兵になってきたな。こっちの方から送りたいけど、送れるような武将もいいねんな。かまつ、よし。まだ元地下出せへんし、このままグダグダ続けるか。続けてる間に筒以上落として、これはどっから来てんの。桐山御所かな。清洲城から来てんのか。こいつもどうにか抑えなあかんな。そして北は団子状態と。サミはここも落としていく感じで。うわ、また武将ワッと出てきそうやな。よし、今回これにて終了。次回また拠点移しつつ攻めていきたいと思います。うわ、よし、以上終わります。